どこにもいないあの人に会いに行く。ねえ、私たちの恋ってさ、夏の花火だったね。1年半で一生分の恋をしたよね。私との出会いよ。病気になって初めて神様からご褒美をもらえたって。夕焼けに染まった笑顔を今でもはっきりと覚えているよ。思い出の時計は7年間ずっと止まったままだけど、また一緒に時を刻もうかな。ようやくそんな風に思えたよ。お待たせ。Mama